増田寮からさ、はい、いつもこんな感じで DM 来てさ、住んでるんだもんな、でいきなり来て、はい、まあこれピー入れるじゃん、はい、まあ普通に今日の神社でこれ水かけ地蔵みたいなのって、はい、で多分俺も知らんかったんやけど、はい、多分これかけ方が違うっぽいねん。俺は一つ一つにこうこうやってかけていくんだけど、はい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 、礼儀としてはこうかけやったっぽい。それはまあ俺知らんかったんやけど、はい、お前ヤバすぎ、アンポンタンすぎだろって来て、はい、このかけ方で合ってるかどうか知らんかったから、はい、水かけ地蔵やでって勉強になったなって言ったんやん、はい、普通に。そしたら年下のお前って言われるの気になんからやめてもらっていいかなって。それああ、うん、まあそれ普通やん。普通っすね。でだってなんでか言ったら俺はこいつと一回電話で仲直りしてるから、喧嘩した後に、はい、まあ、ライジンって、まあ、MMA の舞台じゃないですか。で、まあ、MMA って立っても戦えるし、寝ても戦えるし、まあ、視聴者目線っていうんかな。まあ、俺はライジンの視聴者目線で見てたんで、そういう意味で、まあ、すごいなって思ってるのは思ってるんですけど、ただまあ、見てて面白いかなっていうところがあって、なんか、男同士、ゴロ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 、寝転がって、なんか俺あんまつまんないと思うんですよね。別に俺はお前にもちろん体重が全然違うから、はい、試合したら勝てるかどうかわからん、うん、いやむしろ勝てんかもしれんと、うん、でも一回俺は男をやるって言ったから俺はやると、はい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 、うん、っていうことを言って、でも結果仲直りしたわけよ。でまた練習して飯行こうねと、うん、いう話で終わっとって、まあ何回か来とったんやこういう風な感じで、はいはいはい、てか早う寝ろみたいな、なんかそれでちょっと腹取ったの俺。そんなんも来てたんすか。そう、へえ、別になんか態度舐めとんなと、親をしちゃうぞと、はい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 、うん、いやこんなやり方するやつに年上とか関係ないからみたいな、いやどんなやり方なみたいな、はいはいはい、で行儀悪すぎてお手本ならへんみたいな、お前意味わからんな、はい、で飯行かんでよみたいな、はい、でもこれ飯行く気ないやんこいつ。そうっすね、やろ、練習する気も飯行く気もないやん、はいはいはい、でよかったって来て、はい、でそれで終わってたんやこれで、ほなどこどこに住んでるんだもんなって行けて、どういうことって話やん、はい、もうすんのんでって、はい、なんかお前脅迫か、いや普通じゃないこれ。全然普通っすね、だってこの話の流れでどこどこに住んでるんだもんなって、なんでお前それ気になるんだろう。そうっすね、ましてなんか行くぞみたいな言ってましたもんね前、うん、ほんで脅迫はてな聞いてるだけで、はい、え、なんでそのまま俺のこと舐めてるんで。だって俺は別にこいつは別に仲良くしたかったわけじゃないけど、はい、別に俺の中ではもうこいつに対するなんつったんやろな、あのムカついてた気持ちとか、はい、そういったのがもうないから、はい、だから俺は仲良くしてたわけやんか、はいはいはい、だから結局こいつもそれで仲良くして、いや YouTube 見てますよと、まあ、これ動画もあるわ、その音声もあるし、はい、YouTube 見てて、うん、テル君ジョリー君とかも見てるんですよと、はいはいはい、うん、あそうなんやファンやったんやみたいな、うん、でなんかその構ってあげれてなくて、はい、こいつは怒ってたんやみたいな感じを俺は思ってたわけ、はいはいはい、うん、俺も自分からフォローしてこいつに、はいはいはい、でこいつもフォロー返ってきて、はい、でこいつもなんかアメリカで合宿とかしてるから、うん、俺は普通に応援のコメントとかも打ってたわけ、うーん、アメリカ合宿渋いな頑張れよ、はい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 、普通にほらこんな感じで来るから、はい、お前何がしたいんだ話、うん、だからそれを言ったら喧嘩したいんだって、はい、まあ、なんでか言うたらこいつと喧嘩して俺は勝てるとか思ってないで、はい、でも俺舐められるの気になるんだ、はい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 、普通に考えて、でなんかテレビ電話したるわみたいな、うん、録音しなければなみたいな、お前マジで気持ち悪いな、なんで気持ち悪いかって目的分からんから。そうですね、うん、今ご飯食べたんだけど、はいはいはい、あご飯食べたんですけど、あ今俺怒りすぎてちょっとこっち向きに話してた、はい、ごめん、すいません視聴者の皆さん、はい、今ご飯食べてたんですけど、はい、それでちょっとご飯の中やったら電池もなかったし、で、ま、周りがやがやうるさかったから、うん、でもう後でかけてっつって、で今 DM 送って後編から俺からかけてちょっと待てって言われる状況です、はい、だからまあこのまま今から動画を撮って、まあ、こいつの目的が何とかもう何がしたいんだ話だから俺は、うん、聞いてやりたいと思います。はい、はい、別にマジで喧嘩するんだしたんぞって話だから、なめんなよクソこら、気持ち悪いやろ、気持ち悪いっすね、格闘家としてお前こうアウトやろこの、はい、どんな格闘家やねん、はい、もうお前ヤクザなっときやお前、うん、なハングルしとけやって話やん、大阪なめんなよこれいやシェンロン、これシェンロンちょっと怒りすぎてシェンロン出てきたなんかもうほんまに久しぶりにこんな腹立つわ。じゃあどこ撮ってる、はい、おはようございます。テレビ電話、いやテレビ電話だけええからお前何がしたいん、録音するでいいから。いやもう録音してるからもう何がしたいんや。言えや。何何ね、録音何してる？録音してるって何がしたんお前。言えや。俺そういうの話さないから。だから何なの、何がしたんお前。お前目的何？答えろや。目的なんで今答えないって。え、なんで答えへんの？なんで今答えなんかわかんない。なんで答えへんの？じゃあなんで電話してきたお前。お前が電話かけるって言うから。じゃあかけんねや、切れや。うん、まあとりあえず試合終わったらまず会おうやん。じゃあなんでお前と会わなかんの。
え、理由は？理由は？目的は？なんで俺がお前と会わなあかんの？うん、何？終わってねえから、話は。何？話終わってねえから。何の話終わってない？ん？ 4 月からお前ストーカーやな、気持ち悪いねん。何お前、俺のことしばきたいことが。俺のことしばきたいいうことが。お前な、おい、おい、お前な。お前答えろや、こら。お前俺のことしばきたいいうことが、こら。何？俺のことしばきたいんか？お前さ、おい。いや、俺のことしばきたいんかっつっとんの、答えろ、先に。お前さ。答えろや、どっちだよ、こら。なんで答えなあかんねん。お前な。じゃあ、電話かけてくんの、お前。かけてくんな、お前。気象がある、豚が。でも、おい。おい、豚、こら、お前。って言った、今。おい、言ったで。何が悪いん？え？なんで俺、お前に。言われなきゃいけないだからなんなんなんで言われなきゃいけないいやもうどうでもいいからお前俺のことしばきたいんかなんでお前大晦日が終わったら俺に会いたいんなんで俺別にお前なんかと会いたくないんやけどいや別にお前なんかで俺会いたくないんやけどなんでビビってるからあんだけ煽ってた何ビビってるってお前じゃあビビってるわビビってたらなんなんビビってたらなんなん豚おい110キロの豚やおい豚おい豚が鳥からおいお前よツイッターによなんのお前これおいツイッターにあげるっつってよ、お前は、俺が録音のことあの時指摘しなかったら、お前勝手にあげるつもりだったの。何が？どういうことなの？正直お前のこと気に食わなかったの。だから何？お前は、俺も自分から録音撮ってるっつったん。お前録音してるんでしょっつったん。俺録音してる言うたんや。いや、お前な、話ならへんの。お前、人の話したの聞いてから喋れ。は？人の話聞いてから喋れっつったんの、お前。言ってることあれっつってんだよ、お前。だから何？言えや。言ってんのお、言えや。お、何？言えや。何言え？答えろ。言え。言え、豚。おい、喋る、ブヒブヒ言えはよ。おい、ブヒブヒ言うてみろ、お前。おい、ブヒブヒ言うてみろ、お前。はい、言え、何？おい、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 ちゃうの、お前。喋ろ、お前。絶対には投稿するって。お前、ブレイキングダウン嫌い言うてたな、お前。ブレイキングダウンみたいな煽り合いしてるやん、お前。お前、ブレイキングダウン大好きやろ、ほんま。なあ。おい、豚や。おい、こら、豚。お前、ブレイキングダウンしてんのか、お前、と俺で、こら。おい、豚、聞きょういいのか、お前、こら、豚。何がおもろい？お前、おい、おい。ツイッターでお前アップするって言ってよ。お前、まあ、そもそも言わなかったら何も言わずに俺に何も言わずに投稿する予定だったの、あの投稿。だから正直会って話したかったんだよ。会ってから言おうと思ったんだけど。で、お前さ、DM の内容を勝手に晒すってどういうことか分かってる？お前。おい。聞いてる？あ、ごめん、寝てたわ。DM の内容勝手に晒して分かってる。何が？なんでお前晒されたくないような DM の内容じゃ送ってくるの？お前が気持ち悪いって自分で認めてるもんやん。お前が気持ち悪いこと、お前が気持ち悪いこと書いてるから DM 晒されたくないんやろ？いや、今回のことじゃねえ、バーガー。ん？いつのことだよ、バーガー。この前の電話でバーガー。いつの電話でバーガー。おめえが録音してた時でバーガー、最初には。お前だから録音してる言うたんけ、俺。そういうことだって俺がし、おい、指摘しなかったらお前勝手に無断で投稿する予定だったら、この野郎。え、無断で録音、いや、無断で録音ちゃうわ。まあ、録音お前がしてる言うて、俺してるで言うたな。ほんでお前、無断で投稿するつもりだったろって、お前そんな投稿してんのに分からんよ、お前それ。俺は、お前がいきなり警告してきたから、録音取っとかな、こいつわけわからんこと言うと困るか思って、俺は録音取っとったね。それ投稿とかどうとかお前な、そんな関係ないね、お前。何関係ない？お前、単細胞か、マジで、お前。頭足りてるお前、マジで。お前、チョコレート食っとけ、お前。スニッカーズ食べとけ、お前。お前、イライラしすぎやねん、アホが。お、豚。おい。豚が、これら。ガル。何がじゃ、これら。何？おい、お前よ。だから、録音はまあまあ、100ポイントですか？ガリガリじゃねえ、豚。お前が豚なだけやろ、お前。俺が世間的に動画ガリガリやな、お前。俺の方が世間的に体いけてんねん。お前、世間的に言ったら、お前、頼む豚やんけ、お前。豚が、これら。どうでもいいわ。強いか弱いか。いやいや、お前がガリガリ言うたんやろ。お前強いか弱いかのしか言うな。お前の方が強い。お前の方が強いやろな。そらな。だってお前豚やからやろ、お前。お前が俺と同じ人やったら、お前のことなんかお前勝ち殺しちゃるな、これ。ガリガリのだからお前結局何が言いたいんや、お前。目的何？お前目的何マジで。な、お前目的言え。ほんまに。俺お前とブレイキングダウンごっこしたいんちゃうねん。目的言えや、お前。勝手に人の DM を晒すってのはどういうことか。ほらお前そうやってやしょよっから言ってこいや、これ。わかってもよ、お前の DM まで一緒にあの時晒したやな。だからな、お前な、お前、あ、分かった分かった、豚一回聞け。あのな、お前それがな、それがお前聞けや、これ。お前な、最悪な顔しやがって。いや、もう話聞けっすんじゃ、これ。お前、お前だからな。俺の話聞かねえねん、俺が。お前だから、分かった、お前の話も分かった。お前の話も分かった、お前の話も聞いてるから、一回お話聞いてな。
言うで。お前、おい、お前は、おとなしく人の話しかないくせに、大体てめえが話してる。はい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 、わかった、もうお前、もうスニッカーズ、はいはい、スニッカーズ食べてください、もう。スニッカーズ食べとってくださいよ、ほな。お前、周りに人がいっぺんそんな強気で言ってんの。お前、恥ずかしいよ。何が恥ずかしい？何が恥ずかしい？本当お前面と向かって話したいわ、まあ、一人一対一で。いや別に俺お前なんか会いたないって、お前豚。なんでお前俺がお前に興味あると思ってんの。俺お前なんかに興味一ミリもないから。別に俺お前に興味なんか一ミリもないから。お前勘違いすんなマジで。いやお前勘違いすんなマジでな。俺お前なんかに興味ないねん。お前勘違いすんな豚が。これ現実社会で生きろお前。黙るなお前マジで。お前あんま調子乗ったらあかんねん。お前いやお前がな。お前ビビってんの。いやお前がな。何ビビってんの。皆さん見てください。お前これ YouTube 上がるからよかったな。皆さんも見てください。もうこいつこんな感じで話できひんすわ。ね。これもう YouTube 全部上げます。おみんな人の話聞く。YouTube 全部上げるんで、この脅迫する120キロの豚に気をつけてください。日本にこういうやつがいるんで、皆さん気をつけてくださいね。あの、今喋ってますわ、豚が。はい。豚喋れよ。俺も録音してっからや。人から携帯借りて録音してっからや。残念ながら。豚がなんか言ってますわ。はい。お前がうまく編集したところで。はい、よかったね。バイバイ。お疲れ、豚。ブイブイ。マジブレイキングダウンしましたね。こいつほんまにこいつ舐めとんな。はい。あのな、俺ちょっと冷静に喋るわ。冷静になるわ。うわあ、ほんまにイラつく。ちょっとほんまにイライラしてるし、熱くなってるんで、多分今までこんなん出したことないような俺を出してしまったかもしれません。マジでブチ切れたました。はい。ブレイキングダウンしてしまいました。ただこれリアルなんで、俺はリアルな生き方を追求してるし、あった出来事とか思ったこととか起こったこととか嬉しいこととかそういうのも全部こうやって吐き出していきたいんで、この動画を上げさせてもらいます。はい。なのでちょっと不快にさせた方には申し訳なくはないわ。別に全然申し訳なくなかったわ。これが俺やわ。いや、めっちゃそのままでした。うん、はい、以上アンボルゲでした。